んにちは、須藤めぐみです。今日も楽しく練習していきましょう。今日は34ページ26番の F になります。波長調整では2分の4拍子になります。それでは早速やってみましょう。こんな感じになります。この曲もですね、やっぱり4等音程が難しいんですけれども、これはね、何回もお話しさせていただいておりますが、2小節目のセファー、ここはゾーヨドになりますので、普通のヨドよりも幅が広いのでちょっと注意してください。そして今ね、私ちょっと歌ってて思ったんですけど、やっぱり上っていく時よりも下ってくるとき、2段目になるときはちょっとね、テンポが前に転がり気味ですので、ここはね、しっかりメトロノームに合わせていくといいと思います。まああんまりね、こういう文言は発声的なことはお話ししておりませんが、1段目のね、最後の小節シドレミド、ここね、結構歌いづらい。こうなんかね、中性の音域からなんか統制に入るところの、ちょっとここね、ボイスチェンジがこの辺にある方非常に多いと思いますが、ここね、難しいですよね。だいたいね、シドレミドみたいなところめっちゃ苦しくなるみたいなね。今までずっと調子よくいったのに、この4小節目のシドレミドだけなんでこんなに歌えないのみたいなね。まあこの辺のチェンジはですね、私もできるように、まあ今ね、できてるとは言えませんが、できるようになるのにちょっとね、時間かかると思いますね。じゃあどうやってるのかっていうと、シドレミシドレミド、どうやってるんだろう。どうやってるかといえばですね、やっぱり同じところに向かわない、シドレミドってなっちゃうから、シドレミ、私は少しずつこう開くような感じするかな、喉が開いていくような感じ。喉は開かないんですよ。なんだけど、そういう感じ、私の声を出す時のイメージとしては、これ皆さんと違うと思いますので、参考にね、していただければと思いますが、シドレミっていう感じで出してます。シドレミではなくて、シドレミド、シドレミド、合ってますか。ミド、このドは結構下げようって思わないと、ミが引っ張ってるので声帯が緩んでこない感じがします。ので私はね、こんな感じで出しております。これはね、個人差がもちろんありますよ。だって1万人いたら1万通りの歌い方がある、わけですから、自分で発見するしかないんですけれども、もしね、私と同じようなタイプでできるようになる方がいたらね、それは嬉しいので、もし同じタイプの方、須藤めぐみと同タイプの方、参考にしていただければと思います。今日はね、短めですけれども、また来週じゃないですね、来週の時もあるかな、まあいいや。また次回お会いしましょう。それではまた。はい、ではやってみましょう。1